1969から1970シーズンの NBA は NBA の24回目のシーズンである。来る1970年代の最重要選手の一人がこの年のドラフトにエントリーした。ルー・アルシンダー、後のカリーム・アブドゥル・ジャバーである。カレッジ時代に数々の伝説を打ち立て、すでに名声を固めていたアルシンダーのドラフトエントリーに、 プロバスケ界全体が色めき立った。ABA はリーグ全体でアルシンダー獲得に動き、全チームから獲得資金を集めた上でアルシンダー自身に入団したいチームの選択権を与え、さらに白紙の小切手まで渡した。しかしアルシンダーが入団を決意したのはリーグ総出で歓迎体制を敷いた ABA ではなく、 NBA ドラフトの全体1位指名を獲得した NBA のミルウォーキーバックスだった。アルシンダー獲得のため恋に多くの敗北を喫したと言われるバックスは前期は27勝で見事にイースタンデビジョン再開となりウェスタンデビジョン再開のフェニックスサンズとのコインリップの結果ドラフト1位指名権を獲得した。他にはジョジョホワイト、ハームギリアムラが指名を受けている。 このシーズンから、スタッツリーダーは通算ではなく、アベレージで決められるようになった。ビル・ラッセルの引退は、新たな時代の到来を告げた。長期にわたって、リーグを支配し続けた、ボストン・セルティックスは、ラッセルの引退により、19年ぶりに、プレーオフ出場を逃し、本命不在の軍友が拡挙する1970年代へと、突入していくのである。 不遇の1960年代を過ごした、ニューヨークニックスは60年代後半より少しずつ主役となれる選手が揃い始め、このシーズンには1954年以来のデビジョン優勝を遂げた。また、大物新人、ルーアルシンダーが加入した、ミルウォーキーバックスは、前期の27勝から倍以上となる56勝の勝ち星を挙げ、ウィルト、 チェンバレン以来の衝撃をリーグにもたらした。アルシンダーは28.8得点14.5リバウンドの成績を残して当然のように新人王に輝き MVP 投票でも3位に入った。前期大躍進を遂げたボルチモア・ブレッツも好成績を維持している。ニックスはウィリスリードを除いてウォルト・フレイジャーやデーブ・ディバッシャー、バックスはルー・アルシンダー、ブレッツは ベス・アンセルド、アール・モンローと、競合チームの主力を担う選手はいずれも1960年代、後半に、ドラフト指名を受けた者たちだった。ウワスタンデビジョンでは、ウォルト・ベラミーや、同じく1960年代後半に、ドラフト指名されたアル・ハドソンとジョー・コール・ド・オエルラが、主力を担うアトランタ・ホークスが、主位の座に就いた。ボストン・セルティックスとイースタンの覇権を争った。 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズや、オスカー・ロバートソン率いるシンシナティ・ロイヤルズは、優勝戦線から遠ざかり、かつてのセルティックスのライバルチームで県勢を保つのは、エルジン・ベーラー、ジェリー・ウェスト、ウィルト・チェインバレンのオールドスターを擁する、ロサンゼルス・レイカーズだけとなった。そのレイカーズはチェンバレンが、シーズンの大半を欠場するアクシデントに見舞われたが、ビッグスリー最年少のウェイストが、 特典王に輝く活躍でチームを引っ張り、チェンバレンもプレーオフには間に合った。ニューヨークニックスは1946年にバーが発足した時の11チームの一つとして誕生し、NBA 最初期にあたる1940年代から1950年代前半にかけては競合チームとして活躍し、1951年からは3年連続でファイナルに進出した。 しかし、セルティックス王朝時代に入るとともにニックスは会に甘んじるようになり、1956から57シーズンからは2年連続でデビジョン再開に沈んだ。当時リーグは人気停滞にあえいでおり、その原因の一端はニューヨークという世界でも指折りの大都市、市場に本拠地を置きながら弱小チームであるニックスにあるとまで言われた。 NBA の人気が高まり始めた1960年代、ニックスは7シーズン連続でビジョン再開と低迷を極めた。毎シーズンのようにドラフト上位指名を獲得するが、ニックスが指名した選手はことごとく期待外れの成績に終わった。ニックスは完全にリーグのお荷物チームとなっていた。こうした状況が好転し始めたのは1964年の ドラフトでウィリス・リードを二巡目10位で指名した頃からだった。ちなみにこの年の全体一位指名権はニックスが保持しており、ニックスはジム・バーンズを指名したが、バーンズは目立った活躍をすることなく2シーズンでニックスを離れている。リードは当時を代表するセンターの一人としてニックスを引き1967年には7。 シーズンぶりのプレイオフに進出に押し上げた。そしてこの年のドラフトで、名ポイントガードのウォルト・フレイジャーを獲得したことが、後のニックスの躍進を決定的にした。ニックスはさらにフェイダーウェイショットのパイオニア的、存在であるディック・バーネットや、ビル・ブラッドリー、コーディフェンダーのデイブ・ディバッシャーらを獲得し、充実したメンバーが揃った。 そしてこのシーズンにはついにリーグ首位の成績を収め、プレイオフでも勝ち抜いて17シーズンぶりにファイナルに進出した。西側からは3年連続でロサンゼルスレイカーズが勝ち上がってきた。東西海岸随一の大都市に本拠地を置き、優勝に飢えているチーム同士の対決は、第3戦、第4戦がオーバータイムにもつれ込むなど激戦が続いた。 第5戦は107から100でニックスが勝利したが、ニックスはこの勝利に高い代償を払った。エースセンターのウィリスリードが右太もも筋肉の部分断裂を起こし、第6戦を欠場してしまったのである。第6戦、ニックスはレイカーズの怪物センター、ウィルト・チェインバレンを止める術がなく、 チェンバレンが45得点27リバウンドを記録したレイカーズが135から113でニックスを圧倒しシリーズを3勝3敗のタイに戻したリードをかくニックスにもはや正気なしと思われたがしかしリードは第7戦が行われるマディソンスクエアガーデンのコートに立った本来なら絶対にプレーなどできない右足に痛み止めの注射を打ったリードは 試合開始からニックス最初の2本のシュートを決めて、レイカーズと観客を驚かせた。この日のリードの得点は、この2本のシュートのみだったが、リードの優勝に鼓舞されたニックスは113から99とレイカーズに干渉し、チーム創設24年目にして、初の優勝を決めた。リードの名優オルト・フレイジャーは36得点19、アシストという回記録を残し、 この日のリードとフレイジャーの活躍は、プレイオフ史上に残る伝説として語り継がれるようになる。一方のレイカーズはこれで3年連続ファイナル敗退となり、さらに遡れば、この12年で8度目のファイナル敗退である。ここまで優勝に近いところにいながら、優勝に手が届かないチームも、NBA 史上例がなかった。しかし今回の敗退がそれ以外の敗退と違う。 ところは、対戦相手が、ボストンセルティックスではない、ニューヨークニックスであることだった。レイカーズにとっては1967年に、フィラデルフィア・セブンティー・シクサーズによって、リーグが、セルティックの首輝きから解放されたとき、次こそはレイカーズが優勝する番のはずだった。しかし、セルティックス支配はすぐに復活してしまい、ようやくその支配が完全に終わったこの年も、 新興チームのニックスに敗れて、またもや優勝を逃してしまったのである。レイカーズの主戦力である、ビッグ3の平均年齢は33歳。レイカーズに残された時間は、決して多くはなかった。ありがとうございます。